とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン8、ショートカットありますね。5階からのショートカットを紹介したんですけども、なんと、もう一箇所、ショートカットがあるんですよ。さあ、そこ、行ってみたいと思います。1階から、ノンストップで行きますね。コメントで、2階、4階、結構難しいっていう話があるので、もう一度ね、そこを詳しく説明しながら進んでいきたいと思います。1階はとにかく、クリーパーが多く出てくるので、クリーパーの処理さえちゃんとすれば、あとは雑魚です。とにかく、クリーパー4体、それをうまく処理してください。まあ、危なくなったらちょっと逃げて回復するとか、そういうのもやっていってもいいのではないでしょうか。1回クリアですね。で、2回です。2回のおすすめは、式地雷。俺はこれをね、おすすめしてます。まず入って、ロイヤルガードが出ます。まずそいつを縦破壊してください。で、地雷であとは倒せますので。はい。で、あいつがいなくなれば結構楽だと思うので、立ち回っていってください。で、走ってくるやつには基本的に地雷が有効なので、有効な地雷をうまく使ってね、こいつらをおびき寄せていきましょう。あはははは、消えちゃった。消えちゃった。まあそういうこともありますさ。どんと、あれあと1体ぐらいか。あ、いたいた、あと1体いますね。まあこいつもうまく引っかからなかったけども、まあ今うまくいけば地雷で全部倒すことができるのでやってみてください。とにかく一番最初のロイヤルガード、あいつを縦破壊して、で、おびき寄せて地雷で倒す。それだけでね、全然余裕になると思うので、やってみてください。2回クリアです。で、次はおすすめパワーシェイカーですね。これがあると、意外と楽になる場所が増えてくると思いますよ。OK。最初のうちはね、パワーシェイカー結構、強いので使えるんだよね。終わりでは行きましょう。3階は特に問題ないよね。で、ここ報酬何もいりません。そして4階に到着しました。4階からショートカットが可能なんですよ。4階がね、結構難しいっていうお話が多くって、こっからショートカットができれば楽だと思います。この横だね。横の石に乗ってください。で、そして、こっから、向こうの岸に向かって、ちょっとちょんちょんと前に行ってから、ローリングすると行きやすいです。こんな感じですね。そうすると、ショートカット可能です。で、ショートカットする前に、この物資箱で矢を持っていくとなおいいかと思います。まあ、いらないかな。うん。ボスの倒し方次第では必要ないと思うので、うん。使わないかもしれませんけども、まあ、矢を必要とする倒し方であると、これ持っていくと便利なので、はい。取っていってください。では、30回まで行ってみましょう。それでは30回着きました。戻っていきましょう。で、コメントでもよくあるんですけども、30回まで来て、戻ると1回からスタートになってしまう。それはですね、残りチャンスが残り1回になってるからだと思います。なので、チャンスを2回以上残してから、ここに来て、そして戻るようにしてください。チャンスが1回になってしまいますと、戻ると1回からスタートになるので注意してください。
それではボスをサクッと倒していきましょう。まだね、今回はいい報酬は出てません。出た人いるかな。どうでしょうね。これはまだ全然なんだけども、しゃおしまい。ボーナスショットよりもやっぱり速射の方が良かったかな。まあいいや、まあ楽勝に変わりはありません。報酬見てみます。どうだろうか。ダメだなダメだね。まあスペルバウンド、エンチャがよろしくない。カメ、エンチャ良くない。殺戮、よろしくありません。全部ダメだね。はい。で、タワーのクリア報酬だけども、確実に黄金がつくようになってます。これ 100% つくみたいですね。なので、さらに報酬は今まで以上に美味しくなったっていうことだね。これは周回していかないといけません。はい、ということで今日はタワーのショートカット、4階からのショートカットだね、やってみました。ちょっと前までね、こうちょん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 と行ってぐるっと回ると行きやすいのでやってみてください。まあそこは失敗したとしても、次の5階、そっちでもできるので安心してやっていってください。そして矢を、入手していったがいいよって言ったけども、別にいらないかな。ちょっと仕様変更があって、一回クリアするごとに矢の数が10本ずつ増えていってます。なので、最後の最後には300本ぐらい矢を持ってることになるので、不足することはまずないかな。なんで取らずに、高速で回っていった方が良さそうです。はい、やってみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。